プログレス M-18M はロシア連邦宇宙局が2013年に国際宇宙ステーションの補給のために打ち上げたプログレス補給船。NASA や JAXA ではプログレス50や 50P とも称される。プログレス M-18M の運用では M-16M や M-17M でも採用された4周回目でランデブーを行う急速会合方式が取られた。 M-18M の近接中、取る制御系の情報を中止するノビツキーと、ロマネンコプログレス M-18M は2013年21月11日の14時41分に、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地からソユーズ U で、打ち上げられたその後、打ち上げから6時間足らずの20時35分に、プログレス M-18M は、ISS のピアースのドッキング部に接合した。 これは ISS で行われた同日ランデブーの3回目の成功となった。ISS を離脱する M-18M2013 年7月25日プログレス M-18M は2013年7月25日に ISS からドッキングを解除し23時53分頃に大気圏への再突入が予定され26日までに地表に落下した。 プログレス M-18M は 346kg の推進剤 50kg の酸素など空気 420kg の水、またドライカーゴとして 1360kg の予備資材、化学用品、その他の補給品を輸送した。ありがとうございます。